スクラム優勢だ大阪長江。右行きましたね。しましたね。さあキャプテンリー・スンシン。行くリー・スンシン行った。抑えたかトライ。来ましたね。個人技できましたね。はい。キャプテンのリー・スンシン。さすがは高校日本代表2年生でジャパンのユニフォームを着ております。あコンプレッシャーをかける広瀬。キャプテンイースンシン。あ来ましたね。いや一気に抜けた。イースンシンすごい。連続トライ。連続トライ来ましたね、素晴らしいステップでしたね。完全に個人技で相手を抜き去りました。はい、本当に前がよく見えてるんですよね。リースンシン連続トライです。そのリスンシンへ低いタックル、なんとか止めようという左隅の報徳学園。トライです。届きました。大阪長江先制。やはり決めたのはキャプテン、昨年度から高校日本代表候補入りリスンシンです。ボールキープは攻める大阪長江です。左サイド外に人は余っているがリスンシン、ギャップをついて飛び込んだ。大阪長江後半連続トライ。意地の攻撃を続けます。43対22。そして今ドロップキックでトライ後のゴールを狙いましたがゴールは失敗に終わっています。